はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、私現在忍さんに扮しております。まあその理由というのは、まあ多分タイトルとかね、サムネで見てもらったらわかると思うんですけど、今回ですね、まあまり、ネタバレにならないようにはします。はい、先に言っときますので、まあなんかこの詳しい内容とか話さないようにしますが、まあ一応ね、単行本のネタバレ、単行本見てる人は大丈夫だと思うけど、アニメ1期で2期目楽しみにしてるよって方はちょっと見るのをお気をつけくださいというか、もしあれだったらブラザーバック推奨します。はい、さすがにジャンプまでってか単行本以降のネタバレとかではないので先に言っておきますね。はい、であまりその直接的なネタバレもしないようにしますので、はい、もしアニメの人でも多分大丈夫だと思います。はい、でも一応念のためね、ご注意くださいませ。で今回まあ無惨を追いかけて無限城にまあ行ったわけですよ。追いかけてというかね、でその時に無限城の中で、まあ上限の2の、はい、まあこちらですね、はい、ドーマとまあ戦うのがまあ忍さんなんですよね。まあ勝敗は言いません。どうなったのかも言わないんですけど、まあ忍さんとまあかなおちゃんは残念ながらこのモッドではいないんですけど、まあ忍さん、そして伊之助なんですよね。本当はかなおちゃんいたらね、ちょっとかなおちゃんを出したいんですけど、なので今回忍さんで、かなおちゃんはいないので、まあ、代わりにねずこちゃん、はい、まあ、女の子ということで、はい、ねずこちゃんを仲間にして、私こと忍さん、はい、ごめんなさいね、もう僕なんかが忍さんを名乗っていいかは、あれなんですけど、で忍さんの刀が、これですね、はい、日輪刀、虫の呼吸ということで、こちら、まあ、虫の呼吸使いますので、ちょっと後でお見せしますけど、まあ、僕が、まあ、忍さんに扮して、そして、ねずこちゃん、そして、伊之助で、ドーマと挑みたいと思います。で、今回、場所なんですけど、こちらでございます。はい。多分、見た方というか、まあ、読んだことある方だったら、あって思うかもしれないんですけど、まあ、こういう感じで、ちょっと、一つのね、広い空間にさせていただきまして、で、ここで、ま、忍さんが入ってくると。そして、まあ、こちら、ですね。まあ、多分、見た方だったら、あって思うと思うんですけど、こういう感じで、下が石みたいな感じなんですね。で、さらに、まあ、橋みたいな、ところがあって、花があるみたいな。本当はここ、砂利にしたかったんですけど、残念ながらね、このお花が砂利の上だと植えれないので、まあ、部分、ちょっと土にさせていただいて、で、これが、まあ、襖みたいな感じですね。なんか、ここ二つぐらいに襖があったので。で、まあ、ここにドーマが立っていたみたいな感じですね。はい。まあ、結構、まあ、あまりちょっと詳しい内容は避けますが、はい。なので、まあ、向こうにちょっとドーマを置いて、まあ、こちら、私はこの蝶の前、できるんですよ。いきますよ。はい。ほっ!はい、戯れということで。この、ちょっと当てるのが難しいんですよね。だからちょっと練習してみる。じゃあ、鬼だとあれだからちょっと申し訳ないけど、鬼殺隊サイコロステーキ先輩でちょっと試す。この蝶の前がね、なかなか難しくて当てるのがね。いきますよ。あっこそ、このね、当てるのが、当たらない!いけるかな?あ、これ、あれか。もしかしたら鬼殺隊には当たらないようになってるか。じゃあ、クリーパーでいいか。一番わかりやすいのクリーパーかな。このね、蝶の前が飛んでる時に、この、真ん中の中心のやつを相手にぶつけてればいいはずなんですよ。ほっ!あ、こういう感じですね。こういう感じですね。さらに、そして毒を入れることができると。はい。かなり強いです。クリーパーもまあ一撃、ほぼ一撃みたいなもんですね。でも当てるのがね、なかなかね、難しい。距離感というか。よし、OK! 当てた。でもこれ当てることができればしばらく毒状態にするんですよ。今これクリーパーやられて毒状態終わったけど、その、やられたから終わっただけであって、かなり長い時間当たれるので、まあ、いかにこの忍さんの武器を当てれるか、ドーマに。そこが、そうだね。かなり、勝敗分けるかな。まあ、とりあえず装備は、まあ、基本は、忍さんの、まあ、服だけ、忍さんにさせていただいて、あれなんでなんだ、かっこいい、なんかこの、あれだと、リソース、ちょっとパック変えたんですよ。この、これ実はベッドなんですけど、まあ、そのためにちょっとパック変えたんですけど、すごいかっこいい忍さんだったな。ということで、じゃあ行きましょうか。まず、時間を、
夜にさせていただきます。そしてこっから、一応暗視のポーションいらないと思うけどね、これ一応まあ暗視のポーションだけ飲んで、はい、飲みましたと明るくなりました。で、ドーマを今、まあ、ここら辺出しとくか、出します。で、ドーマ出して、で、こっから行きますよ。ちょっと待ってね、サバイバルモードにしてからだね。サバイバルモードにしてから、2人を召喚して戦うと。ジンギスカン、ジン、ジン、ジンギスカン、行くぞい、極限ぞーい、行くぞ。さあ、ベッド、あ、違う、いけたー、だだだ、違う、痛い、ベッドが邪魔になってる、技の。いけ、ダメだ、よし、どうだ、食らってるんじゃない、これ食らってる、あ、僕だけ、いけ、よし、痛い強い、なんだこの強さは。え、ドーマってやっぱこんな強いんだ、やば。そうだね、ハンデをいただきましょうか。どういうことかというと、ちょっとキャラクターを変えようかなと。まあ、さっきねずこちゃんだったんですけど、しのぶさんに変えさせていただいていいですか。そしていのすけ、いのすけ、しのぶさん、これで挑みたいと思います。そしてもう装備はすべて、フルダイヤ装備と。で、さっきちょっとスタートダッシュミスったからね、それをなんとかすれば勝てるんじゃなかろうか、ルンバといったところです。はい、ということで、しのぶさんの技をつけさせていただき、もう多分ご飯食べてる暇ないね、行きましょう。バイバイ、スタート、よし、どうだ、いや、食らってないか今、ダメか、頑張れ、とりあえず減らして、しかも体力も減ってる状態だからね、しかも。いいぞ、いける、お、追ってたもん、危ない、いける、食べれ、ダメか、いや、逃げて、とりあえず逃げて、いいぞ、え、伊之助強い、あ、やばい、やばい、これ、まずい、いける、一発勝負、いけ、どうだ、当てたか、今当てたんじゃない、ほら、毒ってる、あ、毒ってない、ごめん、あれ、いけ、どうだ、よし、クラスする、逃げろ、どうだ、食らってるよね、ドーマやっぱり強いね、うん、だって体力減ってる状態でもあったから、その状態でも勝てぬ、バッケツとかだったら勝てる気がするけどね、これ強いからね、正直バッケツ、これ結構燃えるん でしかも遠距離攻撃と、まあ、ダメージはでもその代わりちょっと弱いけどね、それがちょっと難点だけど、攻撃範囲も広くて、かつこうやってすごい遠くからバンバン撃つことができるから、ねずこちゃんのバッケツね、まあ、これは強いんですけど、なかなかやっぱりしのぶさんの技を当てるってのが難しい。ベッドでね、ここで撃とうとすると寝ちゃうのよ寝ようとするから、敵が近くにいるため寝れませんみたいな感じになっちゃうんですよね。だからこの地面のところでうまく使わないといけない。うん、あ、でも相手に向けてればよかったのか、こうやって。いや、でもちょっと下向けないとあれ技発動しないんだよな。だ、ちょっとあれですね、再現しようとしすぎてベッドを作ってしまったのが今回の範囲かなと思いますが、はい、まあ、今回はね、でも、まあ、個人的にはかなり、再現度的には、でももうちょっとあれかな、あ、でも横
横長だった気はするからいいと思うんだけど、もうちょっと横が広くしたかったかなっていう感じですけど、まあ、まあ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 最後対戦は楽しくできたのでまあいいかなと思います。はい、ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、そしてメルマークよろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。